やっぱりあれですね、なんだっけ、ファンの人が違いすぎて、やっぱそのチームのファンとかがあるから、知らないお顔がたくさんでした。今日は K4 初めて出た時も思ったんだけど、やっぱり違うなって思いますね。初出演と思えなかった。本当にもうね、緊張しましたよ。なんかパジャドラの時も緊張したんだけど、でもそれってみんなが初日、みんなが初だったから、ちょっとは楽だったんですよ、気持ちが。みんな仲間だからみたいな。でも今回は違うから、一人じゃんと思って、そうなんですよね、関さんのところで出てたんですけど、全部関さんのところですね。でも本当はもっと早く出れる予定だったんですけど、なんかいろいろあって T2 がの公演があんまなかったから出れなくなっちゃって、まあ、今日って感じで。関さんいないんだもん。でも関さんとずっと LINE してる。珍しすぎて珍しすぎて、私と関さんが LINE するなんて。でもずっと LINE してる。ユニット何が一番したか、何でもよかったです。全然何がしたいとかはなかったけど、でも錬金好きですね。衣装が何より全部可愛くて、全部可愛くてすごくいいですね。くる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 ね、寂しくなるよね。私本当に割とその関さんの卒業とか、まあ卒業ラッシュがあったじゃないですか。それで本当に割と気持ちがやられてるっていうのはあるかな。ちょっとね、落ち込んじゃうよね、いろいろと重なってで、落ち込む日ももうなく、やらないこともあって、やらないといけないこともあって、それもあってまた落ち込むみたいなね。同期って大事だなって思います。花ちゃんにタメ口ってどういう感じなの？どういう感じなんだろう。でも出ちゃってるってことだよね出ちゃってるってことだよね。全然意識してないんですけど、自分では。でもね、なんか分かるんですよ、今日卒業発表ありそうだなみたいな。でもなんかありそうな予感がしてたんですよね。そしたら本当にありました。悲しいね。落ち込むとき落ち込みましょう6期生と話しますよ。今日はうららちゃんとお話しました。あとうららちゃんとあれですね、クリスマスローズで
私の歌割りのところにいたので、イエイってやってきた。なんかさ、いろいろ何やってたっけね最近。なんか何があったか分かんなくて話が追いつかないけど、あ、ロドスね。ロドスの前の奇跡の VTR が私はもう永遠に悲しいけど見ちゃうんですよ、あの DMM を。でまた涙出ちゃうみたいな、もう繰り返し。あの歌もいいよね。一番の衣装ってなつみちゃんの衣装、そうなんです、なんちゃんの衣装なんですよ。イエーイ。皆さんも気づいた方いたでしょう、私が紫の衣装になってたのが。まあでもあの理由はなっちゃんの衣装が着たくてとかではないんですけど、普通になんか、まあ、衣装によって形があるじゃないですか。形があって、まあ私の水色のやつはこの首がね、ついてるやつだと、首が初期の頃からずっと、中学3年生からずっと着続けてる首があるやつだったんですけど、その踊ってると首が苦しくなるから変えたいなってずっと思ってて、で石尾さんに卒業するメンバーもいるから衣装って交換できないですかねって言ったら、なっちゃんの衣装だったんです。イエイ。紫かわいい。なっちゃんの衣装着させてもらってます。もうそのなっちゃんの衣装のハンガーの袋にはもう伊藤って書いてあるから、それです。いいよね、可愛いよね、徳川の衣装。なっちゃんとの絡み好きだったけど、リコピーの絡みも好き。リコちゃん面白くていつも笑っちゃうんですよね。でも何かがあれば青に戻るかもしれない。何かがあればね、まあ、その日のよ日によってなんかサイズとかがもしかしたらあったら変わるかもしれないけど、どうですか。でも青も好きなんですよね、私。青っていうか水色、水色可愛いですよね。4年間も着続けた衣装を、まあでも中盤の曲だけだけどね、その他は全部自分なんですけど。ちょっと今日はなんか寝たいって思ったけど意外と寝れなさそうで、公演後ってさ意外とアドレナリンが出て寝れないんですよね。いつも公演終わりは自分の DMM 見ちゃうから寝れないんです。ミオのとこにエールが出ていて少ししみりしながら見ました。そうだよね、関さんとこやってるんですよ。
まあ、関さんのポジションだから、まあ、関さんが踊ってる振り分を見るわけですよね。まあ間違ってるところとかもあったんですけど、普段だったらもうなんで間違えてるの分かんないじゃんとかって言えるけど、もう今回は寂しすぎて、その踊ってる関さんを見るだけでいなくなるんだなってなって、もう気持ちよく覚えられなかった。卒業しちゃうじゃんと思って。関さんがね、いる間にね出たかったけど、4年もやってるんだよね。すごい。あとね、初見の歌が多すぎて、錬金はパジャラの時は好きな曲が多かったから全然大丈夫だったんですけど、錬金は本当に初見の曲が多すぎたんで、曲を覚えるのにも必死だった。だからもうずっとね、プレイリストは錬金だった。フリーウェイで一番覚えやすいのは、うわー難しいなー。でも大体、わーフリーウェイか、覚えやすい。私サエちゃんとか見ちゃいます、わかんないところとか。錬金の人とかさえちゃんみたいとかした。マリアちゃんも見たかな。マリアちゃん生徒されてると思ってたでしょ。出れませんでした出れませんでした先輩には勝てないです。飛行機雲楽しいね。なんか覚えるのは、2週間前ぐらいから知らされてたんですよ。出ますって、この日に出てほしいですみたいな知らされ連絡が来て。でまあいろいろあったから、オーガスタとか、まあ、なっちゃんのやつとかもあって、気持ち的にも全然できなくて、いろいろ重なってできなくて、でも1日2曲ずつ覚えようと思って、まあでもそんなどんぐらいかかった、でも本当にね、無理なものは無理でした入らないものは入らなさすぎて頭になってた。難しいですって曲はないけど、なんかありますよね、自分ではこの曲が苦手かもみたいなのがあって、全然頭に入らないやつとかもあった。もう今日も出る前に、もう私ならできる、私ならできるって言って、自分で言いながら出ましたね。てかさ、
なんかその5期生の、あ、5期生じゃない、6期生のその教えるのとかをやり始めてから、そのなんていうんですか、リハでも、リハでできてても本番にもしかしたらパッて抜けちゃうこともあるんだなって思って、人間ってそういうのを最近見てきてたから、余計ちょっとやばいやばいやばいってなってたのもありました。なんかね、 あるんですよあるんですよ、自分の中でね。難しいですよね。ユニットで花道出る前に笑ってたのは DMM 映ってなかったかな。あのね、衝突したんですよね、そのちゃんとどっちも背中合わせでこうなんかすれ違うみたいな振りがあって、背中合わせだからまあ見えないじゃないですかそしたら背中で衝突したびっくりした。私たちはリセットはフリーで入ってたので見てもらうというものがなかったんですよね。あと K4 に出た時も、もう昇格、ありがたいことに早く昇格させていただいたから、その見てもらうっていうものがなくて、そのそういうのがないので、どうやって教えたらいいかわかんないし、難しかった、難しいなとは思います。見てみて、定点ですごい衝突して、その後ね、なんか頭が痛かったんですよね。そのちゃん、そのちゃんに頭痛いわちょっと、そのもって言ってね絶対ぶつかったからだよねって話してた。でも本当に勢いよくぶつかって、うまいことすれ違う、この通り過ぎられなくて衝突しました。終わったって思った。あ、やっちまったわ。やっちまったって思った。え、小田ちゃんとめっちゃ話しますよ、私。どっかに出かけたことあるとかはないんですけど、なんか握手会とかの時って、なんか一時期握手会があった時って小田ちゃんと絶対隣の席だった。たまたまなんですけどね、本当にたまたまが続いて、え、また一緒じゃんって。小田ちゃんと喋りますね。小田ちゃんもさ、そういう人見知りがないというかさ、後輩とさ喋ってる、優しく接してくれるじゃないですか。だからその感じで私も喋れるから、全然なんかあれ喋りますよ。いや、でもでも意外と私ね、難しかった。意外と私3日前ぐらいから覚えたい人だから、絶対3日前ぐらいから覚えたんですけど、本当に頭に入らなさすぎて、でもでもも意外とやばかったね。リハの時になって音楽が鳴った瞬間、2人ともどっちも間違えるっていうカオスな状況だった。でも本番できました。すごく本番に強いと思います。
ゆうちゃん先輩全員と仲良さそう。そう、どうなんですかね。どうなんだろう。どうなんですかね。自分では分かんないけど。2人しかいないからさ、どっちかが間違えたらさすぐ分かるじゃんだからなんかね、やばいやばいと思って、ギリギリまで一緒にやってたけど、でも関さんが選んでくれて嬉しいなと思いました。関さんはさ、わざわざ手モデをやるためにさ、全体ポジションもさ覚えてくれたから、最初で最後でしたね、あれが。なかなかね、ないですよね、一緒にやる機会が。ユニットやるの初めてかなとか言ってたけどね、全然恋愛中で帰郷とかやってたんですよね帰郷とか全然普通にやってたんですよ。消費されてます。なんかさ、ドラさんの中ではさ、まあペアになるというか、ペアと思ってくださってる方が多いというか、まあ身長もあるじゃないですか。まあさやかとあかりで同い年っていうのもあって。私と関さんみたいな感じで言ってくださる方とかもいたわけだからさ、なんか嬉しいですよね、最後にできて。工場やるんだ、行きたいけど行けるかな。可愛いやつ見せてください。見せてあげる。これはもうシンプル、ドシンプル。今回ここだけ、こういうのも好き。可愛いでしょ、こういうのも好きです。そう、十分幸せね、泣けるよね。かりちゃんと二人でやるの何を歌いたい。まず二人の曲がまずあんま分かんなくて、何があるんですか逆にあかりとやるならでしょ、何があるの。あるんですか、二人でやるって。わかんないんですよね。あー、バナナね。ハートの独占権。あー、ハートの独占権ね。わあ、でもアボガドいいね。アボガド好きなんですよ。でも難しそう。なんかオオカミとプライドは私じゃないんですよね。分かってるの自分で。私じゃないっていうの私じゃないっていうの分かってんのよ。オオカミとプライドだけは、だけはっていうか、オオカミとプライドは違うなって自分で分かってるから、オオカミとプライドは思わない思わないかな。わあ、君と僕もいいね、確かに。推し飯はあかりじゃない気がする。
かりと私ではない気がする。確かに天使の尻尾をまた3人でやりたいよな。狼は1回だけですね、やったのは。あれはさやかの生誕祭だったから特別でしたね。友達に口を塞がれたことある？どんな質問ですか？ないかもしれない。こういうことでしょ。なんか前もこの質問来た気がするんだけど、気のせいかな。ないかもしれないです。相当な友達が嫌がることを言う限りないんじゃない、口を塞がれるっていうことは。ハート型ね。ハート型は3人だけど、ハート型3人でやるとき来ないよ絶対。みんな T2 じゃないんだもん。はじめに会嬉しい、ありがとうございます。2人のユニットって本当に緊張するんだなって改めて感じた。なんかこんなに緊張するんだって思った。確かに横浜で会えるので皆さん会いに来てね。ぜひ会いに来てね。わあ、スキャンダラス大好き。なんか気づいたらさ、H もさ少なくなってて、なんか意外とドラさんも中心のところにいるんだなと思ったら、頑張らないとってなりますよね。ポジションもいっぱい変わってるからね。やばいですよね、少なすぎますよね。少なすぎてどうしますか。こんなにも少ないことがありえるんだっていうぐらい少ないです。まあ頑張っていきましょう。チームってあれですよね。そう、壁じゃん見てびっくりしちゃった。こんな少ないのって思って。いやー本当に助っ人で出てくれるメンバーに感謝しかないですよ。本当に。なんかね、ドラフト生ももっと頑張りたいですよね。ドラフト生っていうかドラさんも。やっぱりどうしてもそういうのって木で見られるじゃないですか。まあ大体木ですよねって思って、キャプテンになって何か変わった？何も変わってない。逆に
それがいいんじゃないかなと思います。全然それが私はいいなと思いますよ。なんかさ、いきなり変わってさ、私が仕切ってきますみたいな人とかもいるじゃないですか。たまに学校とかでいるやん学校とかでたまにいるじゃないですか。絶対私についてきてくださいみたいなでもその雰囲気がね、何もなっちゃんとかジーナさんとかがいた時から雰囲気が変わらないのもいいことですよね。変わらず楽屋も楽しいし、ずっとわちゃわちゃしてますよ。なんかさ、その関さんのアルバムを作ってたんですよ。まあ卒業しちゃうから。そのせいで部屋が写真だらけなんですよね写真だらけでもう散らかりすぎてて、ちょっとなんか生活するのが本当にだらけちゃいそうだから、今すぐ綺麗にしたいんだけど、その綺麗にするところまで体が動かなくて、しかも何かしら予定があるから全然行かなくて、ちょっとね悩みですね。それがあとこリミカやぼ、確かにリミカ来たな。そう、あと生活習慣も直したい。早く本当に良くないと思うから思うからじゃなくて本当に良くないので、今すぐ直そうと思う。いや、片付かないパターンじゃなくて片付けなきゃいけないのよ絶対。いやー、ん？こじろ？こじろ？でも私さ、ゴキブリ出た理由絶対分かった。本当に久しぶりに多分そのエアコンを動かしたからだと思うなって私は思いました。だって別にその時部屋は別に汚くないし、何かを置いてたとかじゃないし、なんならちょっと前とか部屋綺麗にしてても、おクローゼットとか着てても何も出てこなかったから、絶対エアコンのせいなんです。いや、ありますよ、本当に。そう、エアコンから止めて出てくるじゃないですか。たまたまかな、たまたまって思っとこう。ちょっとゴキブリの話やめましょう。てか、そんなことを話してる間に、読んでいきます。私は何をしようと、え、いや、ゴキブリ出たことないんですかみんな出るのがさ
あれなの？意外なの？でも私東京の家でもなんか一回出たことあるらしいですよ。お父さんが言ってたけど、あとおばあちゃんの家でも見たことある。おばあちゃんの家でも見たことある。あ、やばい、待って、変なところ押した。何これ、なんかショールームいろいろ変わりすぎて、ちょっとわけのわからないことになってしまいました。13位たいすけさん、12位みやさん、11位サンタさん、10位さこっちさん、19位さほちゃん、8位マカオさん、7位いさおさん、6位ハノンさん、5位コウジさん、4位しましゃけさん、3位かさっぺさん、2位博多の細麺さん、1位リドルさん。ありがとうございました。なんか切れそう。あと30秒もなかった。では終わりますね。みんな秋も頑張りましょう。バイバイ、おやすみなさーい。バイバーイ。